高い。北九州での打率が4割を超える相性の良さをいきなり発揮。直球打ったピッチャーの足元抜けた。センター前へ。やっぱり相性はあった。第1打席にタイムリーヒットを放つと、4回にはカイキャノンが炸裂。打って守って持ち味を発揮しました。バッティングで見せたのが上林です。第1打席にはツーベースヒット。4回にも2打席連続のヒットで出塁します。8回には一時勝ち越しとなるタイムリーツーベース。去年5月以来となる1試合3安打と活躍しました。また守備ではルーキーの野村勇、ダイビングキャッチからの素早い送球でアウトに。起用に応えるプレーを見せます。先輩牧原も負けてはいません。ダイビングキャッチからの素早い送球。昨日の鹿児島でのゲームでは抜けそうな当たりもファインプレーでアウトに。さらにジャンピングキャッチでアウトにするなどファインプレー連発。敗れはしましたが鹿児島のファンを沸かせました。そして心配なニュースがこちらです。守護神の森唯斗投手が一軍登録を抹消されました。森はおとといの楽天戦で9回に逆転ツーランを打たれるなどすでに3敗。藤本監督は3年くらい前の状態に戻してもらいたいと期限を設けずに調整させる方針です。完全復活を待っています。